感覚自分とってね。それじゃ行くよ。いい？はい。会場の皆さん、こんにちは。野良山のせいです。まあ最近はあっちこっちのですねお祭りが中止になりまして、僕久々の舞台というようなことになるんですけれども、昨年もこの清見よさこい参加させていただきました。本当に関係者の皆さんにはですね、本当に心からお礼申し上げております。今日はですね、野良山にちなんだ曲サクラをご披露したいというふうに思います。こちらの方ですね、野良山のいろいろな地名、まあ、そういったものを取り込んだ曲になりますが、大変ノリのいい曲になってますのでね、皆さんも一緒に楽しんでいただければというふうに思います。それでは最後の最後までご声援よろしくお願いいたします。さすが人命かい
山の杉でした。会場の皆様に礼。